松山市下井台町のギャラリーあけびで石器加藤つぶさ展が開かれています。加藤つぶささんは岐阜県多治見市出身の陶芸家。シンプルさの中に自然を感じさせる造形の器を制作しています。このあのあけびっていうギャラリーとはもう18年ぐらいの付き合いですけど、まあ、大体3年に1回とか個展をやらせてもらってます。きっかけはあのこのギャラリーのオーナーさんが、ね、ぜひあの加藤さんの作品を扱いたいと、個展でもやりますかっていうふうで、作品のその素材はあのニュージーランドで採れるニュージーランドカオリンっていうのが、まあ、主体の原料です。あの僕の肌にすごく合ったっていうことですね、はい、でそれこの素材との出会いでものを作っていくっていう、30年以上になります。はい、まあ、今回並んでいるものはほとんどが器なんですね。で器の中でも使えるか使えないか分かんないようなものが半分ぐらい、っていうのはそのいわゆる皿茶碗とかっていうものでないのがかなりあるんですけど、それは見る人が想像力でもってあの使ってほしいと思います。曲線と厚みのバランスが絶妙な作品、およそ100点を見ることができる今回の展示会。お気に入りの一品を探しにお出かけしてみてはいかがでしょうか。展示会はギャラリーあけびで6月18日まで開かれています。